たしました。早速ですが、米海軍第7艦隊音楽隊の紹介をさせていただきます。アメリカ合衆国海軍第7艦隊音楽隊は海軍の中でも優秀な演奏家たちによって編成され、その活動範囲は日本、シンガポール、オーストラリア、大韓民国、タイ、香港、フィリピンと西太平洋の広範囲に及び、その演奏スタイルも最近のヒット曲を演奏できるビッグバンドジャズからロックバンド、式典演奏までもこなすセレモニーバンドと目的に合わせて編成を変えられるようになっています。サンセットコンサートのステージでは最近のヒット曲40曲を演奏できるビッグバンドパシフィックアンバサダーが担当します。彼らのパワフルなパフォーマンスはどんなステージも盛り上がること間違いなしです。ご期待ください。それでは米海軍第7艦隊音楽隊の皆様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今お聴きいただいたのは国歌である成城企業永遠なれですが、少しアップテンポのひねりを加えてお送りしました。そして次はジャストフレンズと名付けられた古典的なジャズスタンダードをお送りします。それではうちのボーカリスト音楽二等兵奏エミリー・ケルシャーを拍手でお迎えください。どうぞ。
seems like pretending this isn't the ending. All two friends drifting apart, two friends but one broken heart. We love, we laugh, we cry, and suddenly love died. The story ends and we're just friends.
3曲は Just Friends、Little Minor Blues、そして最後の曲は Let's Dance でした。いかがでしたか？ベニー・グッドマンの古典 Let's Dance を見事に演奏してくれた音楽三等兵奏ジョセフ・ハウルにもう一度拍手を願います。アメリカンジャーズはさまざまなスタイルを含んでいます。その中の一つラテンジャーズをこれから演奏します。それではディレクターのブライアン・チャプロ隊員と音楽総長リース・レブロのステージに向かいます。マンボ・カリエンテというラテン曲の演奏にパーカッションとして加わります。お聴きください。
No sense for marching in. Oh, and no sense for marching in. Oh, I want to be in that number. Oh, and no sense for marching in. And when that sun refused to shine, oh, when that sun refused to shine, oh, I want in that number. Oh, when no saints go marching in. Thank you.
ありがとうございました。マンモカネルとルイ・アームストロングへ捧げる曲をお送りしました。お楽しみいただけましたか。さらに音楽三等兵奏マイケル・ブックマンにもう一度拍手を。この人に参加するようでこの演奏する参加演奏に参加する上で重要なことの一つは、地元の日本人の皆さんと結ばれているからこそ演奏できるということです。日米関係の誇り高い仲間として、皆様の支援がなければこのようなコンサートに出ることはできませんでした。音楽隊を代表して感謝いたします。次に日本で人気のあるヒット曲に挑戦したいと思います。星野源さんの有名な曲です。私たちはこの曲を皆様の前で演奏するのをとても楽しみにしていました。それに続いてアメリカと日本の2つの名曲をお届けします。ではまたエミリーさんにもう一度ステージに来ていただきます。コインサイズとして今年のヒット曲、そしてクイーンザムードと津軽海峡冬景色を楽しみください。
私は死ぬまで生きるという曲を最後に皆様に演奏したいと思います。改めて私たちは第7艦隊音楽隊のパシフィックアンバサダーズでした。それではエミリーさんどうぞ。Hallelujah, gonna dance, gonna fly. I'll take a chance.
以上をもちまして黒船サンセットコンサートは終了となります。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。お帰りの際はお忘れ物のないようお気をつけてお帰りください。